続いて通告2番、4番、井上和夫君の一般質問を行います。今日。4番、井上和夫君。これより通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。先日9月1日にデジタル庁が発足いたしました。もとより2020年度末までに行政サービスを 100% デジタル化するとの国の指標により、デジタル行政のインフラが早急に整備されていくと思われます。総務省による専門省委員会の取りまとめによると、行政デジタル化の目的は自治体職員の働き方改革、すなわち行政運営の効率化と住民サービスの充実であると、2つの角度から論じられております。以前 IT 業界はドッグイヤーと言われ、人間の1年に7年分成長する犬と同じ速度で技術が進化していると言われていましたが、その後はマウスイヤー、1年に18年分成長するネズミに例えられています。これほど進化が目覚ましい分野で、括弧1の質問であります自治体職員の働き方改革、行政運営の効率化への取り組みについて伺います。政策諸課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えいたします。行政デジタル化とは、これまでアナログ、紙を前提としてきた行政手続きからデジタルデータを前提とした行政手続きへ移行していくこととされております。行政手続きのオンライン化が注目されていますが、バックオフィス、これは広報支援を言いますが、を含めた一連の業務プロセスをデジタル化することであります。国・自治体のシステムの統一、標準化を行うこと、マイナンバーカードの普及促進を進め、各種給付の迅速化やスマホによる行政手続きのオンライン化など、デジタル社会の実現に向け、今月1日デジタル庁が発足しました。こうした中、町では本年度から AIOCR、これは人工知能光学式文字読み取り、RPA、これは仮想知的労働者といいますを導入し、業務の効率化に取り組んでいるところであります。すでに保育所入所、ふるさと納税、報酬等振込処理の業務で AIOCRRPA を活用しており、これまでの作業時間に比べ大幅に短縮されるとともに、業務の効率化につながっております。こうしたことから、今後もデジタル化できる業務を選定し、 AIOCR、 RPA を活用して職員の働き方改革とともに業務の効率化を図ってまいりたいと考えております。議長。井上和夫君。回答の中で AI と RPA という言葉が出てきておりますが、この言葉について簡単に説明をしてくれますか。政策諸課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えいたします。 AI とは人工知能のことを言います。RPA とは
人間がコンピューターを操作して行う作業をソフトウェアによる自動的な操作によって代替することを申します。それと、まあ、OCR という言葉も先ほど使いましたが、この OCR とは手書きや印刷された文字を光の反射の強弱によってスキャナーやデジタルカメラで読み取り、コンピューターに情報を入力する装置のことを申します。以上です。はい、以上。井上和夫君。それでは次の質問に移らせていただきます。行政データ化の2つ目の目的であります住民サービスへの充実の、住民サービスの充実への取り組みについて、伺います。政策秘書課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えします。町ではさまざまな分野においてデジタル化を推進し、住民サービスの向上に努めております。こうした中、山梨県市町村総合事務組合が管理運営する行政手続きの電子化共同処理、山梨暮らしネットを県内でもいち早く活用し、社会体育施設の予約、児童手当、保育所入所、介護保険などの電子申請が個人のパソコンやスマートフォンから申請できるシステムを導入してまいりました。また子育ての悩みを解消する電子母子手帳アプリフジスクは本庁独自のデジタル化として推進しているところであります。こうしたことから、今後も住民の皆様が必要とするニーズを把握し、電子申請サービスの充実を図りながら住民サービスの充実につなげてまいりたいと考えております。はい、区長。井上和夫君。はい、ありがとうございます。それでは3番の質問に移ります。まあ、町からの情報はホームページに掲載されますが、プロ型と呼ばれる情報を自ら拾いに行かなくては、見ることのできない形態では、必要性を感じない人や、機器の操作に慣れない人に見つけてもらうことが難しく、せっかく発信した情報が必要な人に届きません。そこでプッシュ型といって、町の公式 LINE へ友達登録を行うだけで登録者に確実に情報を配信することができます。そして公式 LINE への登録者が5000人を超えたと聞きます。今後の公式 LINE への登録者増加へ向けた取り組みについて伺います。政策秘書課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えします。町の LINE 公式アカウントは昨年6月に運用を開始し、調整情報やイベント、防災行政無線の内容などを発信してまいりました。こうした中、 LINE を用いた新型コロナワクチンの接種予防システムを導入したことで、これまで700人であった登録者が8月末には5500人に達しました。これにより町民の3分の1以上の皆様に情報伝達ができることとなります。こうしたことから、今後も住民の皆様が必要とする情報を把握し、町と住民の皆様をつなぐ情報発信手段として SNS の特性を生かし、旬な話題の提供や読みやすさの工夫を行うことで登録者の増加を図ってまいりたいと考えております。井上和夫君。再質問です。発信元は現在3か、3つの課のみですが、今後この発信元を増やしていくという検討は行っているのでしょうか。政策秘書課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えします。昨年6月に運用を開始して、これまで約240件の LINE を使っての情報発信をしてまいりました。各担当での発信が困難な場合は、広聴広報担当が発信してきたという経
経緯もこれまでございましたので、今後は担当ごとに発信ができるような操作や作業方法を伝達をしてですね、SNS の特性を生かした情報発信手段として活用の拡大を図ってまいりたいと考えております。以上、井上和夫君。はい、ありがとうございました。以上で終わります。以上で通告2番、4番、井上和夫君の一般